では早速ですが、リスナーから届いたふつふつを紹介していきましょう。ふつふつ、はい、ラジオネームドズル中将え、マジけれドズル中将から来てる。またビアガンオタストーリーズ。ありがとうございます。ドズル中将、はい、はい、シームーンこと、ヒロシーさん、クレイジーダイヤモンドこと D さん、はじめまして。小野さんと同い年の17歳と142ヶ月です。どうする中将は、ジョージの奇妙な声優であるお二人は第何部がお好きですか。私は4部がお気に入りです。PS DGS の正式名称はディアジオジオストーリーズというのは本当ですか。何この無理やりなメールは。めちゃくちゃですね。ジョジョ何部が好きですか。てかジョジョ詳しい、ジョジョ僕好きですよ。あ、好きやん。大好き。ジョジョ好き？はい。好きですよ。ジョジョ好きなんだ。いや、俺ジョジョよくわかんないからさ、だから3部、1部、2部、3部は知ってんだけど、うん、4部以降はよく知らないからさ。4部は森尾町ですね。あ、森尾町。そうなんだ。森尾町ですね。クレイジーダイヤモンドっていうのはそれ。あ、そうなんだ。物を修復する。そうなの。ジョ直すの。空城城太郎が3部でしょ ?3 部。4部にも出ますよ。うん、いる。4部は主人公なんて名前？東方丈介。あ、東方丈介だ。うん、あ、そうなんだ。リーゼントなの。そうそう。あ、そう、憧れでね。それは知ってるんだよね。うん、お前誰だ。中村です。お前誰だ。読んでねえの。お前来ちゃった。またいるよ。文化放送に来ちゃった。まあいいか。ジョジョ好きだし。まあジョジョ好きだってことで。いいよ。そう。急遽来てもらったから。ジョジョで話そうよ。ジョジョ好きなやつ来いってオフレが出てた。出してた、出してた。出してたでしょ。なんか来た。俺しか来てないよ。だってこの番組は。ディアジオジオストーリーだもん。また増えちってガンオタストーリーズから増えちってまた。ジアヨーだからね。ジョジョ。うん、五部だからね、それ。二人は何部好きなの？五部。僕も五部なんです。あ、なんだよ。二人、あれかっこいいよね。五部はね。どのスタンド好き？どのスタンド、あ、それ、でも、難しいね。やっぱスティッキーフィンガーズかな、スティッキーフィンガーズ、やっぱりね。うん、かっこいいもんな、あれね。ジパチーつって。やっぱさ、おい、ちゃんとすんなよ。やっぱ、あいつなんだ。やっぱさ、うん、男の子はブチャラティだよね。ね、エアロスミスもかっこいいよね。エアロスミスもよかった、ね。先週使った相関図ジェネレーターでですね、大輔優一の間はね、いかがわしいっていう間柄だったんで。面白いじゃない。なるほどね。今それ確認してた。ごめんごめんごめん。うん、どういう関係性だっけ。太陽二人話していいよ。うん。俺ガンダムバーチで遊んでっから。あの、引きこもるなよ。プラモ表に出るよ。またプラモ作ってるしね。プラモでね、もっとジョジョの世界来いよ。踏み込んでみろよ。怖くないぞ。え、何、次のメール行く。3部が好きなの。3部の話しようか。3部の話いいよ、して。参加する気ゼロだよ。ね、右手だけマッスルなやつがいたよね。あ、そうだっけ。ダメだな。あれ響かねえな。あれね、車乗ってるやつ、ね、そうそうそう、いたいた、そう、先に行けたってよっつって、ポルナレフがね。あれ、ちょっと引き気味なの。引き笑い、気持ち悪いかな。軽く気持ち悪い。おかしい。ポルナレフ知ってるよ。知ってる。森さんやってたやつね。そう、タイガーバームガーデンで戦う。そう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 。森パージできるんですよ、パージ。そうそうそう、こいつみたいに。俺パージできなかった。あ。この話やめようか。やめようか。そう、奥の手がね、剣先飛ぶのね。そうなの。そうそうそう。肉村くんから中村くんには移行できなかった、ね。そう、移行できなかった。肉をパージできなかった、ね。そう、パージできなかった。いつ脱ぐのそれ。いつだろう。来年末ぐらいめどで。一年構想だよ。肉プロジェクトですか。なんだかな、もうな、いつの間にか中村くんいるしよ。続いて。